先生、こっち。海辺の岩場、食材集めにちょうどいいから。あ、確かに前に取った分はまだ残ってるけど。うん、それもそうだね。やっぱりダメかな、これ以上は。あ、先生ならそう言ってくれると思った。だからちゃんと準備してきたよ。今日の私に好きはない。見て、先生。うん、今日の狙いは大物だから。この辺りでしか取れない幻の貝。先生も聞いたことないの。実は私もパンフレットで見ただけ。本当にあるかどうかは自分の目で確かめなくちゃわからない。今はこれしか情報がないけど、気になる。こうしてる場合じゃない。先生、ちょっと待ってて。すぐに戻るから。違う、これじゃない。もう一回潜ってくる。大丈夫だよ、先生。なんとか間に合ったから。ただいま、先生。うん、成功した。これで作れるよ。パンフレットで見たあの料理、料理道具も準備したから問題ない。先生が一緒に来てくれてよかった。一人だったら途中でやめてたかもしれない。ううん、そんなことない。今もこれを考えるようになったきっかけも全て先生がいてくれたから。先生、ありがとう。